もこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちら京成上野駅前にやってまいりました。本日2月26日、京成のね3500型、未更新車が、ついに、ラストを迎えるということでですね、ラストランツアーに参加したいと思います。またね、あの昨年参加した AE100 型のラストの時同様に、この工程というかね、ツアーの内容全くわからない、ちょっとミステリートレインみたいな感じなのでね、今日はどこを行くのか楽しみですね。じゃあチェック行ってきまーす。3500ね。ね、今日バイバイって言ってるよ、今日ね。先生バイバイだけど、この車両もバイバイなんだよ。9時2分ね。もう上野にね、来るのも最後ですからね。バイバイ。バイバイ、バイバイ、バイバイ。バイバイ。バイバイ。行ってきます。行ってきます。行ってきます。ね、京成ね。行ってきまーす。行ってきまーす。あっち一緒じゃないよ。ね、行ってきますだよね。ね、お外見えなくなっちゃった。ちっくんほら、博物館動物園に泊まってるよ、ちっくん。ね。建物自体はさ、まだ残ってるの知ってたけど、ここでこうがっつり泊まるのって初めてじゃない？すごいね。ここギリ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 ですね。おお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 お。今日、ああ、進行。じゃあ、ありがとう。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 博物館動物園ありがとう。嬉しい。さあ、日暮里通過。ありがとう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 。日暮里通過。この3500がね、日暮里を通過っていうのがまたちょっと感慨深いですね。ちょっと見えてる？お外見えてる？ね、お外見えてるならよかったわ。今回のね、工程もでもすでにこの入線出発の後ね、先ほどね、博物館動物園泊まりましたけど、それは乗ってなかったですね。押し上げ通って市川ママ下車ですよ。市川ママ下車結構35分ありますね。東成田です。東成田、これはね、実は前のね AE100 のラストランの時もこの東成田というのは止まって降りることができて、元ね成田空港駅ですね。幻のホーム、いつもは真っ暗なホームに下車して、降車して、その上にですね登ったりできました。成田経由の相互参道基地ということで、いやいいね。やっぱこう芝またね行くのもね、この3500金町線でね走ってましたから、最近はいいですね。金町線ですよね、町のね芝又のね行きます。金町までは行かないのかな。ザ・京成顔が、ありが
柴又屋。ね、今こっちが今前だったんですけど、反対側にね変えてまた走っていきます。スイッチマークですね。バイバイ。反対ね、そうそう反対に進むの分かる？ね、今度これがバイバイ。芝またありがとう。おおおおイエローハッピートレインがお隣に、もういいね、幸せだよ本当に。バイバイ、キキューバイバイ、押し上げバイバイ。ね、反対？反対に進んだね、まだね。おー、わー、本社に戻って、もう次が市川ママですか。市川ママで停車ですね。あ、外に出ます。これバイバイなんで、今日でそう、バイ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 なの。そんなラストにね乗ってるわけですよ我々は。ね、前のエイン100もね、もうあれでバイバイだったでしょ。いや、よく頑張ったよ本当に72年からね。え、未更新かっこいいよね、このデザイン本当好きだよ私は。まあ結構ねファンも多いですけどね、やっぱりね。え、京成バイバイ、おいいね、ありがとうっていう声が聞こえましたね、お子さんの。京成八幡駅、まあ、雪張りポスターもね、やってもらってね、中山ここら辺も来たね、写真撮りにね。通過通過、大体通過やわ今日は、ね、踊ったね中央ジャーも。京成成田におりますが、この後東成田の方にね、旧成田空港駅に、入っていきたいと思います。入っていきたいと思いますっていうか入っていきます。車、うん、車止め見に行こう、後で、後は後ね、後でね、一回降りようね、ここで。よいしょ、あんまめ、あ、車止めあった、いっぱいある。どっちにもあるね、ジェイクよかったじゃん、大好きな車のメガネ2つもあるよね。え、どこも何がねこうそそられる、まあいいんだけどね、この、まあ、執着感というかね、車止めとかはいいんですけど、ちくんは異様に好きだよね車止めね。よし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 、前はねちくんね抱っこされてましたよ、ここね去年来た時は。ほら、あのスカイライナーのイラストよ、スカイライナー乗り場のさ、あっち左のね、スカイライナーね、えスカイライナーだね、あれこそ。あ、上手、あ、ブレる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 、もう一回もう一回、はい、ポーズ、ブレるブレるブレンデン、君は動くと、もう一回、はい、そのまま、あ、上手上手、あ、ブレる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 、もういいよ、分かった、ありがとうありがとう。東成田、旧成田空港駅発車、お、幻のホーム楽しみました、バイバイ、バイバイ、バイバーイ。
庫か。そうの車庫にね入ります。ありがとうございました。もしよろしければチクン大好きなシャコーなのに、シャコーなのに起きるかな。あ、起きた。チクンシャコーだよ。シャコー、チクン起きた。シャコーだよ。シャコー、シャコーついたよ。あ、起きてる。シャコーだよ。形勢どれ。形勢弱々しく形勢との声をいただきましたがね。今乗ってたやつ感謝ですよ。本当にありがとう。本当も何よりね、こう長い間ね安全にね頑張ってくれて、まあまだね、あの巫女夫人がね今回引退ってことでね、まあ、更新者まだまだ全然、いっぱいあるんですけど、やっぱこの巫女夫人のね可愛かったよな。3585とねえ、丸っこい感じと武骨さとねえ、セミステンレス、いやいいよね。でもちくんバイバイなんで、こう今ね乗ってたやつずっと6時間分も乗ってたんだって、すごいよね。全然そんな風に思わなかったよ。いいよ、これちょっと嬉しいね、残してもらえてねえ。だってここさ、もともと違ったよね、全然駐車場とかだった気がするね。こっちは前からあったんですけど、こっちのスカイライナーとかね展示車両、今回ねこう新しく A100 入って、いや嬉しいね。おー、あ、貸し切りやん。おー、あーいいね。なになに、パパ、あ、ちょっとひんやりして涼しい。いやパパ？いいね。乗ったね、ジーコ。覚えてる？乗ったの。あ、そう、スカイライナー。そう、AE100。消せ。さあということで、京成3500型、未更新ツアー、今日ね、もうすごい時間がねたくさん使ってたっぷりと、楽しむことができました。まさに私がねちょうど京成で、通学してた頃に一番乗ってた車両でね、いやーちょっと寂しいですけど、まあでもこうやってね最後にねたくさんの人にねもう沿線からも見送られてね、いろんな企画も、やって、ね見送ることができて、私としてもねすごい嬉しかったです。はい、ということで以上、京成3500の未更新ラストランでした。ありがとうございます。おー、なになに、おー、千岳島と古いやつがすごいね。今もう幕替え大会がね行われてます。おー